完了。各組作戦行動を開始。必ず帰ってきてくださいね。し、始めるか。仕事の時間だ。よっ。ユーゴさん、討伐対象の荒波と接触。交戦開始。了解です。私もお役に立てたなら光栄です。これなら随分待った割に始まってみれば思いのほかさ、今の俺たちのこの状況のことさ。俺たちはあの牢獄でじっと耐えてついに外に出ることができた。でここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出、はい時間切れ。俺はずここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだよ。
だよな。そして俺たちの港を作るんだ。全員で助け合ってお互いの夢を支える。けどそのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか。頼んだ。本当ありがとな。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。ずいぶん待った割に始まってみれば、今の俺たちのこの俺たちはあので、ここで最初の問題は、はい、俺はここから先は実力の世界だ。で、そして全員で、けどそのために頼む。ほんよし、今これでお前、
気濃度、作戦行動に支障なし。皆さん、くれぐれもお気をつけて。お仕事、お仕事。始めましょう。ユーゴさん、討伐対象の荒波と接触。交戦開始。了解です。私のサポートなんてなくてもへっちゃらかもしれませんね。これなら、爪なら、これなら、爪なら、よっ、これなら。
を始めてください。ちゃっちゃと終わらそうぜ。出るぞ、お前ら。よっ、根気よく行くぞ。この辺りか。はい、視認できますか。いた。クレア、待て。奴はエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。気を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信つなぎます。イルダ、これから対象に変わる。話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルだ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。その点については謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。手加減はした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。
少し時間をもらうけど、いいわね。いいだろう。バランからの返答来ました。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃあ、あの人は一体誰なんです？エイミー、周辺の海域濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。お前、何してんだ？彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら？言ったはずだ。私をバランへ。ルルという名前の英字は存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど返ってきた答えは、ルルという人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけど、あなたはそうか。これってどうなってんだ。
ありません。作戦行動を始めてください。いつも通りに出撃します。食いついて、はい、ハウンド1バースト解除、まもなくです。あなたたちさえよければ、彼女は私の船に迎えようと思っているわ。なんかヤバそうじゃなかった？あ、いや、俺は別にいいんだけどさ。帰るところが突然なくなったんですよね。俺は賛成だ。あいつは強い。エイジにとってそれは替えがきかない価値だ。はいはい、俺アクセルトリガーの解析させてほしい。私も賛成です。というか、いつものことですし。ありがとう、みんな。これから彼女の意思を確認してくるわ。意思ね。散々言いなりにされてきたエイジに、そりゃちょっと酷なんじゃない？なあ。おっと、お前意外と厳しいな。俺もこいつと同感だ。どんな理由があろうと自分の未来を決めるのは自分だ。そっか、そうだよな。自由ってある意味そういうことなんだよな。私は自由、私の意志。
私には差し出すものがない。彼らが言った通り、あなたはもう自分の思う通りに生きられる。ここへ来たということは、あなたは何かを決めてきたんでしょ。私はここにいてもいいのか。ただとはいかねえよな。お前のそのアクセルトリガーっての俺にも使わせろ。だがこれは未完成で。なら我々が完成させるわ。あなたは戦力と技術の提供を、我々は見返りに清潔なベッドを提供する。どうかしら。いいのか。よし、今日はパーティーだな。夜通しトランプやろうぜ。お前ポーカーできるか。ああ少しなら。よし決まりだ。兄ちゃん、俺は遠慮させてもらうよ。アクセルトリガー解析したくてずっとうずうずしてたんだ。お前はいつも付き合い悪いよな。ちょっとは空気読めよ。兄ちゃんには言われたくないよ。あ、じゃあ他の連中は強制参加いいな。しょうがねえな。たまにはいいわね。鉄やし、ヌルが使ってたやつだよな。あれは結局なんだ。よくぞ聞いてくれた。アクセル特定条件下において発現した腕輪に装着されたブースターがそれを増幅させて、オラクル細胞の主観的霊気システムなんだ。長え。つまり戦闘中にある条件を満たすと体の中のオラクル細胞の力が解放されるってこと。いやー、バランの連中もなかなか粋なもん作るよな。俺らの中にあるオラクル細胞ってすっげえヤバくねえかそれ。もちろんすっげえヤバいよ。下手にオラクル細胞を起こしたら体が内側から食われちまうからね。なんで嬉しそうなんだよ。まあまあ、要はヘマしなきゃいいってことさ。ルルが持ってきたのはキャリブレーションが足りてないから危なかったけど、みんなの人機に装着するやつはしっかり調整するから大丈夫だよ。あ、解析終わったばっかだろ。もう俺らのにもつけるのかよ。いや、使いたいって言ったのは俺だけどさ。生き抜くための武器は一つでも多い方がいい。そうだろ先輩。乗りたくねー。ひとまず一番安全で簡単に発動できるのをつけといたから、次の戦闘で試してみてよ。ミッションはもう発行しといたからよろしくな。抜かりねえな。
正常。各種兵器異常なし。あ、金さん、どうぞ。そうだ、さすが。アクセルトリガーの運用試験を始めるよ。ルル、少々の。このくらい。問題ない。心なしか。前より体に馴染んでいく気がする。この出力で。調整した甲斐になったぜ。気にせず、ガンガンアクセルトリガー使ってみよう。やったかい。合成兵の想定外の中型種を確認。作戦エリアに侵入します。仕方がないですね。
そうは理解できた。作戦行動を始めてください。作戦開始。出ます。失敗は許されない。岩肌がこうも簡単に侵食されるとは。決める。このくらい詰めますと。
やった。寝ていなさい。覚悟。対象ワズレ反応に異常範囲遅い。見せますよ。ワズレ反応。目的は完遂されました。これ以上ない戦いぶりでしたよ。楽な仕事だったな。さあ帰りましょう。これでは体がなまりそうだ。私をお役に立てたなら光栄です。まさかここで出くわすなんて。事前に見つけられただけでも幸運だったと言うべきかしら。海域シュワラ神か。海域発生とともに現れた新種の荒神よ。それまでの荒神とはまるで性質が違うの。奴らの攻撃はかするだけでも致命的だ。その上奴らの捕食は普通じゃない。ゴッドイーターの感応能力を奪い、そして自らのオラクル細胞を爆発的に増幅させる。彼らはバーストするのよ。あなたたちゴッドイーターのように即死不可避。それが奴ら海域シュアラ神の看板だ。今の私たちにできることといえば祈ることくらいよ。どうか海域シュアラ神と遭遇しませんようにって。習得できたようです。